2023年12月22日、国立社会保障人口問題研究所から2020年の国勢調査をもとにした2050年の都道府県別、市町村別の予測人口が発表されました。2050年の予測人口が出るのは初のことです。そこで今回は2050年の都道府県の人口予測を順位形式で動画にしました。あなたの住んでいる都道府県の人口は何人になるのでしょうか。第47位、鳥取県。2050年の人口は40万5528人、減少率は15位の 26.7% 減少と予測されています。2050年でも最も人口が少ないと予測されています。県庁所在地鳥取市はなんと人口14万人予想です。第46位、高知県。2050年の人口は45万980人、減少率は4位 34.8% 減少と予測されています。四国はもちろん西日本で最も人口減少率が高い予想です。県と高知市以外の自治体すべての人口が 3.5 万人を切る予想です。第45位、徳島県。2050年の人口は48万669人、減少率は7位の 33.2% 減少と予測されています。四国で2番目に人口減少率が高いです。県と徳島市でさえ人口19万人予想で、20万都市が消えるかもしれません。第44位、島根県。2050年の人口は49万6994人、減少率は18位 25.9% 減少と予測されています。前出の鳥取県とともに島根県も2050年には人口が50万人を切る予想です。意外にも減少率は18位予想です。第43位、秋田県。2050年の人口は56万429人、減少率は1位の 41.6% 減少と予測されています。全国で人口減少率が最も高く、唯一 40% を超える予想です。一番減少率が低い秋田市でさえ減少率は 28%、 男鹿市に至っては減少率 62% です。第42位、福井県。2050年の人口は57万2885人、減少率は21位の 25.3% 減少と予測されています。沿岸部と内陸部の格差が大きく、大野市が 45% 減少、勝山市が 42% 減少が予測されています。第41位、山梨県。2050年の人口は61万1586人、減少率は23位の 24.5% 減少と予測されています。山梨県の郡内地方で特に人口減少が予測され、大月市では 57% 減、上野原市では 48% 減少が予測されています。第40位、佐賀県。2050年の人口は62万873人、減少率は26位の 23.5% 減少と予測されています。福岡市に近い立地を生かし、九州では3番目に減少率が低いです。特に九州の交通の拠点となっている鳥栖市では 2% 減少に抑えられる予想です。第39位、和歌山県。2050年の人口は63万1619人、減少率は9位の 31.5% 減少と予測されています。和歌山県では北部と南部で明暗が分かれており、和歌山市で 21% 減少なのに対し、田辺市では 39% 減少の予想です。第38位、山形県。2050年の人口は71万838人、減少率は6位の 33.4% 減少と予測されています。山形県は山形市周辺とそれ以外の減少率の差が大きく、山形市で 20% 減に対し、庄内地方ではほぼ半減する予想です。第37位、香川県。2050年の人口は72万4120人、減少率は25位の 23.8% 減少と予測されています。四国では最も人口減少率が低く、高松市が 16% 減少、丸亀市は四国の市で最も減少率が低く 15% 減少の予想です。第36位、青森県。2050年の人口は75万4751人、減少率は2位の
39% 減少と予測されています。30年後には県民の5分の2がいなくなるという恐ろしい予想です。青森市、八戸市、弘前市すべてが減少率が 30% を超える予想です。第35位、富山県。2050年の人口は76万1719人、減少率は16位の 26.4% 減少と予測されています。県と富山市は 19%、 8万人減少予想ですが、それ以外の市は全て減少率が 20% を超える予想です。第34位、岩手県。2050年の人口は78万3242人、減少率は3位の 35.3% 減少と予測されています。全国で3番目に減少率が高いですが、それでも北東北では減少率が最も低いです。県と盛岡市は7万人の減少予想です。第33位、宮崎県。2050年の人口は79万6631人、減少率は20位の 25.5% 減少と予測されています。県と宮崎市は 13% 減少ですが、都城は 23% 減、延岡に至っては 36% 減の予想と明暗が分かれています。第32位、大分県。2050年の人口は84万1343人、減少率は22位の 25.1% 減少と予測されています。鉄鋼業などの産業が強く、九州で4番目に減少率が低いです。大分市は約6万人減少予想です。第31位、長崎県。2050年の人口は86万8817人、減少率は5位の 33.8% 減少と予測されています。九州では最も人口減少率が高い予想です。長崎市は約12万、佐世保市は約8万の人口減少予想です。第30位、石川県。2050年の人口は89万6801人、減少率は33位の 20.8% 減少と予測されています。北陸地方では人口減少率が低いです。能登地方と加賀地方で人口減少率に大きな差があります。第29位、山口県。2050年の人口は92万6183人、減少率は10位の 31% 減少と予測されています。中国地方では最も人口減少率が高い予想です。下関市が約9万減、山口市、宇部市が約5万減の予想です。第28位、愛媛県。2050年の人口は94万4634人、減少率は12位の 29.2% 減少と予測されています。予想では四国の全都道府県が100万人を切る予想です。松山市が9万減、今治市が5万減の予想です。第27位、奈良県。2050年の人口は95万365人、減少率は13位の 28.2% 減少と予測されています。近畿地方では2番目に人口減少率が高い予想です。県と奈良市は約8万人の減少予想です。第26位、鹿児島県。2050年の人口は117万602人、減少率は17位の 26.3% 減少と予測されています。九州では2番目に人口減少率が高い予想です。県と鹿児島市は約10万人の減少予想です。第25位、滋賀県。2050年の人口は122万2791人、減少率は40位の 13.5% 減少と予測されています。関西圏では最も人口減少率が低いです。しかも草津市、守山市は2020年と比較し増加の予想となっています。第24位、福島県。2050年の人口は124万7000人、減少率は8位の 32% 減少と予測されています。東北地方では人口減少率が2番目に低いという予想ですが、それでも全国8位となりました。第23位、三重県。2050年の人口は134万7202人、減少率は24位の 23.9% 減少と予測されています。北西とそれ以外の地域で
人口減少率が大きく異なっています。津市は6万人、四日市市は5万人の減少予想となっています。第22位熊本県、2050年の人口は135万5329人、減少率は30位の 22% 減少と予測されています。九州地方では2番目に減少率が低い予想です。県と熊本市は9万人の減少予想です。第21位沖縄県、2050年の人口は139万1013人、減少率は46位の 5.2% 減少と予測されています。減少率 5.2% と全国で2番目に人口減少が抑えられる予想です。この背景には全国トップの高い出生率があります。第20位岐阜県、2050年の人口は146万8392人、減少率は19位の 25.8% 減少と予測されています。美濃地方と飛騨地方で人口減少率が大きく異なる予想で、岐阜市で減少率 20%、 高山市で減少率 40% と予想されています。第19位栃木県、2050年の人口は150万2202人、減少率は28位の 22.3% の予想となっています。関東地方では最も減少率が高い予想です。宇都宮市が約6万、栃木市、足利市が約4万人の減少予想となっています。第18位岡山県、2050年の人口は151万460人、減少率は37位の 20% 減少と予測されています。中国地方では減少率が最も低い予想です。県と岡山市では約8万人、倉敷市では約7万人の減少が見込まれています。第17位群馬県、2050年の人口は152万630人、減少率は32位の 21.6% 減少と予想されています。北関東3県では減少率が最も低い予想です。吉岡町では人口増加が、前橋市、高崎市ではそれぞれ約5万人の人口減少が予想されています。第16位新潟県、2050年の人口は152万5004人、減少率は11位の 30.7% 減少と予想されています。新潟市が約17万人、長岡市が約7万人、上越市が約6万人と人口上位3市で合計30万人の減少予測です。第15位長野県、2050年の人口は158万1949人、減少率は27位の 22.8% 減少と予想されています。長野市、松本市、上田市の人口上位3市で合計約15万人の減少予想となっています。第14位宮城県、2050年の人口は182万9565人、減少率は34位の 20.5% 減少と予想されています。仙台市の人口減少数が約10万人、沿岸部の石巻や気仙沼はほぼ半減の予想となっています。第13位京都府、2050年の人口は207万5975人、減少率は38位の 19.5% 減少と予想されています。京都市の人口減少数が約25万人と京都府の人口減少の約半分を占めています。第12位広島県、2050年の人口は222万9527人、減少率は35位の 20.4% 減少と予想されています。中国地方の中では岡山県よりも減少率が高い予想です。広島市は約15万人の減少予想です。第11位茨城県、2050年の人口は224万5065人、減少率は31位の 21.7% 減少と予測されています。北部と南部で明暗が分かれており、2050年の予想では水戸市が約24万、つくば市が約26万で人口が逆転する見込みです。第10位静岡県、2050年の人口は282万8823人、減少率は29位の
22.1% 減少と予想されています。静岡市の人口減少は約15万人、浜松市の人口減少は約13万人の予想です。静岡市は政令市最小の人口約55万人になる予想です。第9位、北海道。2050年の人口は382万16人、減少率は14位の 26.9% 減少と予想されています。北海道の人口減少数は150万人近く、札幌市が約23万人、旭川市、函館市がそれぞれ約10万人減少する予想です。第8位、兵庫県。2050年の人口は435万7576人、減少率は36位の 20.3% 減少と予想されています。兵庫県も人口減少数が100万人を超えることが予想され、神戸市が約30万人、姫路市が約10万人の減少と予想されています。第7位、福岡県。2050年の人口は447万9021人、減少率は41位の 12.8% 減少と予想されています。三大都市圏、沖縄県を除いて最も減少率が低い予想です。福岡市は約1万人の増加予想、北九州は約21万人の減少予想です。第6位、千葉県。2050年の人口は569万156人、減少率は44位の 9.5% 減少と予想されています。県と千葉市は約8万人の減少予想ですが、船橋市や柏市など東京都に近い自治体が増加予想となっています。第5位、埼玉県。2050年の人口は663万3932人、減少率は43位、 9.7% 減少と予測されています。首都圏1都3県の中で減少率が最も高い予想です。一方、県と埼玉市は約2万人の増加予想です。第4位、愛知県。2050年の人口は667万6331人、減少率は42位の 11.5% 減少と予想されています。トヨタをはじめ産業が強く、首都圏と沖縄を除けば人口減少率が最も低い予想です。第3位、大阪府。2050年の人口は726万3182人、減少率は39位の 17.8% 減少と予想されています。予測では人口減少数が唯一150万人を超え、47都道府県中トップです。大阪市と堺市合わせ約50万人減少する予想です。第2位、神奈川県。2050年の人口は852万4492人、減少率は45位の 7.7% 減少と予想されています。川崎は約7万人の増加予想ですが、横浜市が約25万人の減少予想でこの結果となりました。第1位、東京都。2050年の人口は1439万9144人、減少率は47位、 2.5% 増加と予想されています。2050年の予測で唯一人口増加予想の東京都、東京一極集中が一層進みそうです。いかがでしたか？なかなかにショッキングな数字が並んでいましたね。しかしながら、これはあくまでも予測。これから30年の政府や都道府県の動きによっては予測が外れることもあります。各地域の地域振興に期待しましょう。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、 SNS のフォローよろしくお願いいたします。